まあ、あの日大東北の吉田君と、まあ、福島商業の打線がどういう試合を見せてくれるのかなというのを期待しています。まっすぐ主体で、あのコントロールがいいなという印象で、ここまであの3試合で18イニング投げてるんですが、フォアボール、デッドボールが4つだけということで、あのとてもコントロールが良くて、あのチームとしても流れを作りやすいピッチャーなんだろうなというふうに思います。この3番の田中君と4番の佐藤君もこれまで盗塁を決めていて、まあ、あの長打力もありながら、あの盗塁もできるという、まあ、この2人がチームの象徴的な選手なのかなというふうに思います。エースの星君、ここまであの4試合24イニング投げてるんですけども、失点がわずかに2つだけで、あの非常に点を取られないピッチャーということで、とても、この福島の大会屈指のいい好投手だと思います。1番の宍戸君の出塁率が高くて、2番の宍戸君は勝負強さがあって、2番ながらここまで6打点を挙げている選手で、この 1,2 番で攻撃のリズムを作っていければ、福島成蹊もあの思い通りの試合展開ができるんじゃないかなと思います。その負けた選手たちも、あの試合が終わるまでは真剣勝負で戦うわけですが、試合が終わった後はその自分たちの甲子園に行きたかった思いっていうのを勝った側のチームに伝えて、そしてその勝ったチームがまたそれを背負って次へ進んでいくという形で、高校野球ならではの甲子園にかけていく選手たちの思いが詰まった場面というのが、本当にあの試合が終わった後にも見られて、あのどのチームも福島の新しい歴史を作るぞという意気込みが高まっていると思うので、どこが優勝するかというのは想像が難しいですね。